サバル。勇者の帰還だ。防衛戦で多くの命が救われた。厳しい立場に追い込むな。アミータなら見殺しにしてただろう。役に立つかもわからない情報のために。何が正しいかは明確だった。モハンもこうしただろう。これなんだよ。モハンが目指していたのはこの方向だ。だから俺は前に出た。俺はお前の父さんを尊敬していたからだ。アミータの意見はいいのか？あいつのことは評価してる。だが仕事をするとき頭は二ついらない。モハンが言ってたぞ。彼の信念について知っておくべきだ。総員に行け。バカンおじさんだ。お気に入りの甥っ子の様子を知りたくてね。さて、エイジ、どちらを応援しているんだ？アミータの三つ壺にはまったか、それともサバルのワイルドヘアと引き締まったフェイスラインに魅了されたかな？まあ、どちらのライフスタイルを選ぼうと君の自由だ。ただし私は男の方にはいかないな。私の外見からそっちの人間と思い込む奴もいるが、チームが違うんだな。私には生涯一人の女性しかいない。よく知ってるだろう。偉大なるモハンの息子か、父上と同じ道を歩む準備ができているとサバルから聞いたよ。神の中の神バナシュールは世界に声を届ける。神に感謝しよう。生命を与えてくれた神に感謝だ。どうぞお布施の籠を持っていきなさい。成長は日常の境界線を越えようという意志によってのみもたらされるとろうそくが教えてくれる。人生は甘い香りを放つ煙のように儚いものだ。香りは限りある命を表す。感情のない人生は人生にあらず。しかし感情に左右される人生感情だけに支配されてしまう。その粉を撒きなさい。神は知恵で我々を祝福する。そして我々はその知恵をマニクルマの中で集めて邪悪な思想を浄化する。マニクルマを回しなさい。ごきげんよう、エージェ。サバルは君を高く評価してる。だからこれを君に見せるよう頼んできた。偉大なる悪魔ヤルンは人の心に存在する。ヤルンは偽りの約束で希望を燃やし尽くす。ヤルンを満足させて眠らせておくためにヤギは死ぬのだ。
我々は霊的な存在である。君の父上はそれを分かっていたが、それだけではない。行動をもって皆に伝えたのだ。目にするものをじっくり考えてみなさい、AJ。わかるか、人が信仰心を捨てたらこうなってしまうのだ。 AJ、 君がいなければ大変なことになっていた。感謝する。サブル、軍が総員を攻撃してきたが撃退した。お前がいてくれて助かった。総員は俺たちにとって象徴的な場所、その普遍性が大事なんだ。お前の父さんはそれを理解していた。お前のような部下がもっと必要だった。